久保さん、スクショが、スクショを確認してみたんですけど、あの, AT の、ATM の通 ATM にしとけばいいんじゃないですか。再生数上がりますよ、多分。ATM の札束をこう入れる瞬間のスクショにしとくと、多分、クリック率上がると思いますけどね。うん。うまあ多分、YouTube の自動判別で3つぐらい出てくるやつで適当にやってると思うんで、 このやつ、300万のやつはどうだったのかなうん。はい。久保さん。3時間ぐらいかかりましたね。とりあえずこ、今から寝るんですけど。<laughs> ワンツー動画ね。あのー、撮り終えましたね、全部。全部撮り終えました。まちょっと寝て、寝て、これから寝て、起きたらメールをいついつ送ります。<laughs> まあずっとやってきましたね、これも。5年間ずっとやってますね。ワンツー動画。一人一人に。だからなんだろうな、昔はセミナーをやってたんですけど、もう、ワンツー動画も、まあ久保さんも相当やってると思いますけど、多分もう限定動画も入れると僕、ワンツー動画でも、まあ一般公開してるワンツー動画はもう4600本ぐらいあるんですよ。確か。もう再生リストにまとめて数字出す、出してるようにすしてるんですね。 もうどれぐらいいっったかっていうそれエビデンスとして使いたいんで <laughs> これだけワンツーで撮ってるぞみたいなでも限定動画の方は再生リストにまとめてないんで何本かちょっとわかんないですけどおそらく限定も入れると多分1万は超えないかなどうだろうまあ相当やってますねうんだからまあ何が言いたいのかっていうとまあ本当に一歩も出ず一歩も出ず セミナーやっぱ信頼関係を構築する上でやっぱリアルっていう対面っていうのはやっぱ強いんだけども別にそのなんかワンツー動画スキルが上がってくると別に全く合わなくてもいけるっていうね <laughs> そううんまあでも一人一人しっかり回答していくのは大変ですけどねうんまあでも僕は逆に言うと ま、今回もね、今回テーマどうしようかな。借金か。う、え、ん、ー。借金、借金、借金とかにしておきましょうか。結構ね、その、あ投資で騙されたとか、えー、要は結構ね、投資で騙されて4件ぐらいありましたねで。何百万借金ありますみたいな。とりあえず借金あるみたいな。で、騙されたみたいな。じゃあ、騙されない方法とかにしようかな。騙されない方法は稼ぐスキルをつけることですね。はい。スキルがあれば騙されないんで、 騙される人ってスキルがないんですよ。ただ稼ぐスキルがあるのに騙されますまああんまり騙されないですよ。初心者でも簡単に儲かるよ。いや俺初心者じゃないです、みたいな。<laughs> そのキャッチコピーにまず反応しないですよね。だって初心者じゃないんだから。初心者でも片手でワンクリックでっていう。いや初心者じゃね、初心者じゃないな、俺、みたいな話ですよね。初心者だから、それに、 私初心者でなんかないかなって探してるからそれに引っかかるんでしょうね。うん。だプロになっちゃえば、その、そういうコピーに引っかかりようがないですよね。うん。そう。逆に言うともうプロになれば、別にワンクリックも必要ないみたいな話になるじゃないですか。久保さんももうワンクリックもないですよね。だって、お金がお金を増やしてくれるわけですから <laughs>。 もう、プロ中のプロになれば、お金を運用して増やすこともできるわけですから、なんかもう、ただ待ってるだけですよね、はい。お金を稼ぐ方法を待つだけ、みたいなね。<laughs> どうすか。最近ここさ、あの、ペイペイの運用してて、だいぶ増え、ちょっと増えましたね。7000円ぐらい増えましたね。これ待つだけですね。まあ、銀行に預けてても、7000円増やすって結構至難の話じゃないですか。でもこれね、8万ぐらいだったかな。8、今8万ぐらいになってるんですけど、 うん、7万か8万か。うん。はい。待つだけですね。<laughs> ただ見てるだけ。<laughs> ありがたいですね。銀行に。だから、これね、僕ね、来年の諸借、来年の税金の時に、こう、それで払おうかなと思ったんだけども、やっぱ運用金額が多くなれば、その、入ってくるのも増えるんで、PayPay、まあ、ペペってマックス上限100万だ。100万ダメだったかな。なんかちょっと変わったんですよね、ルール。 でもまあ50万ぐらいでやったら結構これ入ってくんじゃないかなと思うんですよね。で、その運用益で50万だったら多分5万ぐらい入ってくると思うんですよ。<laughs> で、その5万を使って50万運用して5万使ってみたいな。もうずっともうお金うずっと勝手にで増え続けますよね。<laughs> うん。なんこれペーペーいいなって思いますね。 だからちょっとね、来,来年の車検あの、税金の時に、ちょっと下ろさず、運用し,していこうかなっていう。うん、で、もしくは、その、あの、増えた PayPay ペイペイで、また PayPay ペイペイで払って、バックもらって、またそれを、バックもらった PayPay ペイペイをまた入れて、運用してみたいな。もうずっと、まあ、ね、まあ、バックが100%バックされるわけじゃないんで。 まあ、ペイペイボーナスとかのマックス30%とか戻ってくるときに、その運用したペイペイのお金で払って30%またペイペイバックされて、で、また増やして、で、またペイペイで買い物して30%バックされて、で、またそのバックされたの増やしてみたいな。<laughs> これね、いか、結構ね、うまくやれば、まあまあ、錬金術ですよね。 すごい時代になりましたね。本当に。まあ僕はすいません。PayPay ペペでしかやってないんですけど、今運用は。<laughs> まあでもね、PayPay ペペがね、一番現実的に使うマネーなんで、今僕は。もう全部 PayPay ペペなんで。セブンイレブン行っても、セブンイレブンと PayPay ペペは連結してるし。うん、あとね、そう。久保さん、あの、コカ・コーラ知ってますコカ・コーラもアプリ出してて、その、スタンプもらえるんですよ。で、コカ・コーラサブスク始めましたよ。 なんか2000円ぐらいのサブスクがあるんですけど、3000円とか。で、そのサブスク入ると、1日90円での1本飲めるみたいなサブスクなんですよ。びっくりしてましたね。コカ・コーラサブスクかみたいな。いや、でもね、あの、めっちゃ便利なんですよ。まあ、コカ・コーラのアプリも PayPay ペペに連動できるんですけども、あの、こうやって、あの自動販売機の情報を読み出して、で、PayPay ペペでピッてスワイプしたら、 チャリーンって言って、チャリーンも出てくるんですよ。これめちゃ便利ですね。革命だなと思いましたね。あの、自動販売機で財布から小銭出して、あれ超めんどくさいじゃないですか。しかもなんか500円玉とか入れたら、バン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 と戻ってきて、昔はあの、<laughs> ちっちゃい頃とか自動販売機のね、ところでこう100円ねえかなみたいな探してたと思うんですけど。今ね、こ,これ、これ、ワイプでもう、ジュース買えますからね。 いや、すげえ時代っすよ、今。うん。ね普通、このワンツー動画とかに関しても昔は手紙分通しなかった、分通しないといけなかったですからね。だからテクノロジーってありがたいですね。いってらっしゃい。